それではプログラムナンバー6番年中児親子力を合わせて巨大パズルの競技説明を行います。まず私が保護者の役、そして大谷先生が子どもの役の方をやります。はい、バトンになるのはこちらのラーちゃんとフーちゃんの完成図の方がバトンになります。まずスタートをして手をつなぎます。手をつなぎで走ります。そしてお子さんだけ平均台の方を渡ります。気をつけて渡ってください。はい、次にコンテナの中にあるパズルのピースを一つだけ選びます。さあ、どれがいいかな。これかな。はい、じゃあ選びました。そうしましたら土台があるところまでさらに走っていきます。そして土台の前に着きましたら、後ろにパズルのピースの後ろの方に数字が書いてあります。この数字と同じところに当てはめてつけてください。そして貼るときにはこちらに両面テープの方がついております。両面テープを剥がしてから貼ってください。はい、じゃあ貼ります。4番だから、はい、お、はい、はい、貼れました。はい、そうしましたら貼れたらまたスタートの位置まで戻ります。手をつないでこの時も戻りまして、次の方にバトンを回してください。で、両面テープのゴミなんですけれども、職員が戻った際におりますので、そちらで回収をさせていただきます。みんなで協力をして素敵な絵ができるように頑張りましょう。これで競技説明の方を終わりにします。ありがとうございました。